こちら、ファッキンさんのヘルマット、丸山でございます、このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、バビロンですね、見てまいりましたのでレビューしていきたいなと思います。で、前半はネタバレなしで、後半はネタバレありで、語っていきたいなと思います。今回バビロンですね、監督はデミアン・チャゼルでございますね。はい、セッション、ララランドがありまして、でファーストマンで、ね、あって、今回4本目ですかね、長編は。すごく好きな監督です。はい、なんかもともとジャズミュージシャンになりたかったんですよね。はい、でそれで辞めて、映画の道に行くという感じだったと思います。ジャズミュージシャンを目指してたっていうところで、やっぱそのなんでしょう、やっぱ音楽はね、基本的にジャズが使われるっていうのと、あとまあ何でしょう、なんか音の感覚が多分強い人なんだと思うんで、その編集のキレがすごくいい人だなってすごく思います。やっぱ自分がその夢を追ってる人間だったっていうところで、夢追い人ですねを描くことが多いかなと思います。まあセッションもジャズミュージシャンになりたい人が主人公で、ララランドもジャズミュージシャンと、あと女優になりたい2人っていうところ、まあ、ファーストマンも、まあ、宇宙に来てっていうね、いうところがあって、みんなそこは共通してるかなと思います。で今回のバビロンも、登場人物みんなそうですね。はい、もうハリウッドで映画を作りたい、とにかく映画人になりたいっていう人がいっぱい出てくるというところで、そこも共通してるかなっていう感じですね。はい、で今回は映画の歴史の中で一番の転換期、無声映画からトーキーになる時代の変わり目のところを描いてて、でその中で生き残る人たちと振り落とされる人たちを描く群像劇みたいな感じかなと思いますね。はい、ただもうその普通の群像劇ではないですね。とりあえず今日見てきまして、なんでしょう、デミアン・チャゼル最新作じゃんと思って、まあ、これは面白そうだなと思って調べてたら3時間超えてると思って、長っと思ったんですけど、もうマジで一瞬、もうずっと見てたい、できればめちゃくちゃいいですね。このもう反響欄のまま、ずっと進んでいく感じですね。もう後半最後の方までほぼもう振り切れまくってる、普通じゃない人たちがずっと出てきますっていうのと、まあもうキャストももうものすごく豪華ですね。ブラピが出てます。もうブラピ出てる時点で最高ですね。はい、でマーゴットロビーと、はい、マーゴットロビーもこういうね、ネリーですね、こういう役やらせるとすごくハマるなと思いますね。トランペット奏者のシドニーですね、この人がね、うん、いいですね。はい、なんでもね、この映画のためにトランペットを練習したそうで、はい、特にね、まあ寄りのシーンね、結構なんでしょう、手元と顔だけしかない、絵とか出てくるんで、そういうシーンでやっぱ手元の動き、音と合ってるか重要じゃないですか。なんでもう本当に分かんないぐらい、うん、全然こっちのまあまあ、うん、ちょっと音楽好きぐらいの、人間が見ても分かんないぐらい、本当に絵と音のシンクがねすごい取れてる指の動きだったなと思います。すごく上手でした。そしてこの映画はね、本当に映画愛に溢れてますね。本当に映画愛に溢れてるっていうか、もうもはや好きすぎて嫌いみたいなところまで行くんですけど、一回なんですけど、でもやっぱり映画最高じゃんっていうね、そういうところに棄却するっていうのが、たまりませんね。はい、もういろんなところで泣いてしまいましたね。はい、映画への情熱、このワンシーン、このワンカットにかける情熱がえげつないっていうところ、それをもうメタ的に撮ってる、なんだろう、映像作ってる人間としては、いやそうなんだよっていうね、このためにあんなわけわかんない理不尽なこと言われたり、わけわかんないことを要求されたりするんだけど、この絵がめちゃめちゃかっこよかったらそれでもう全部報われるっていうね、その思いというか、うん、その情熱をすごく収めた、映画だなと思いますね。はい、そのために犠牲になる人たちもめちゃめちゃ描かれてるという感じですね。はい、主人公2人が夢を語るシーンがあるんですけどね、ドア玉のところで、なんですけど、そこで、まあ、セットに行きたいんだよ俺はと言うんですけど、まあ、そのセリフ通りね、僕たち観客も、映画、その当時、1920年の、ハリウッドの中に僕たちもこう連れて行ってくれるライド感もすごくあります。はい、この疑似体験っていうね、まあ、映画が持つ、一個の魔法ですね、これを存分に見せてくれる、うん、
素晴らしい作品でした。はい、この映画に、収められている情熱、パワー、勢い、そして悲しみ、そしてね、あとものすごく笑えるんですよね。はい、すごく笑える、結構ブラックな、コメディーなんですけど笑えます。はい、というところで、もう何でしょう、まあ R 指定なんで、 R15 指定なんで、ある程度年齢いってる人は見た方がいいかなと思いますけど、ただまあ、賛否両論あるのも分かるなという感じではありますね。はい、これは嫌いな人嫌いだろうなという感じですね。それもありながらも、僕はデミアン・チャゼルの作品の中で一番好きかもしれないですね。はい、セッションもララランドも超えて、一番好きな作品になりました。はい、素晴らしいです。はい、これはぜひ見に行ってくださいという感じでございます。ではここからですね、ネタバレありで話していきたいなと思います。1926年のベルエニアから始まります。はい、でいきなりね、もう結構地味なところから始まりますね。なんか結構象を運ぶっていうね。はい、と思ったらいきなり象のクソが出てきます。はい象の飼育してる人がね、むちゃくちゃぶっかけられますね。はい、もういきなり爆笑なんですけど、もうここでね、もういきなり普通の映画にはしねえっていうね感じがもうひしひしとここでもうかなり伝わってきますね。でそっから屋敷に行きますね。屋敷でまた、文字通り主治肉林ですよ。主治肉林、狂喜乱舞のパーティーが行われていると。はい、この活気がハリウッド の, 始まった頃の、熱気なんだなと思います。これはまたすごい、まあ、このシーンいきなりすごいんですよ。もうチンチン出ちゃってるんですよ。はい、チンチン出ちゃってるし、もうおっぱいはもういろんなところに出ちゃってるし、もうマジかよっていうね、久々にノーモザイクのチンチン劇場で見たなって思いましたねはい、もう気合がすごいです。そういうところでさすがにやっちゃってるシーンはね、モザイクかかってましたけど、この気合の入りをね、いきなり見してくんなと思いましたね。カメラワークもそのなんだろうね、もうデミアン・チャゼルいつもそうだと思うんですけど、すごい計算されたね動きしますよね。うーってこうぬるぬる動く系の、結構縦横無尽に行ける系のカメラなのに、結構計算された動きをねしてきますね。また今回もあって、面白いです。そしてね、このマーゴットロビーがね、ネリーか出てきますね。この出てきたところで踊るんですけど、ここもね絵かよっていう、絵画みたいな構図ですね。すごいですね、こんな構図ないですよ。はい、ないし、多分結構バカバカしすぎて他の映画だとね浮いちゃうと思うんですけど、もうこれはありなんですよね。この映画だったらありですね。で結構序盤はワンカットが多いからっていう感じがしましたね。タイトルのタイミングもすごく良かったですね。ネリーとマニーが別々のルートだけど呼ばれると、はい、その呼ばれたところでタイトルがバンって出るね。ここね、結構ここまでもう30分ぐらい経ってるんですけど、タイトル最後に出るタイプの映画かなと思ったら、もうここで出してくる。はい、こっから始まりますっていうね、この開幕宣言ね、このタイミングすごく良かったですね。はい、今年のタイトル出るタイミング暫定1位、素晴らしかったですね。で、ネリーがねセットに行きますよね、最初の。でこの初めてセットに入るところをね、ここワンカットで見せますね。はい、すごくうまい。はい、ここでなんだ、当時の映画のね作り方っていうか、こういう感じで作ってんだっていうのをね、見せてくれると、こういうのワクワクしますね。完全に盛り上げ役のためだけに楽器隊が結構入ってるみたいなね、金かけすぎっていうね今じゃ本当に考えられないぐらいの、お金のかかり方をしてる、進行の仕方、ここをワンカットで分かりやすく見せると、はい、まあこんな感じで序盤はかなりねコメディですね。はい、すごくエンタメしてる感じですね。前半は結構重くならずに軽い気持ちでこの辺は見せられるっていう感じでしたね。戦のシーンとか結構むちゃくちゃでしたよね。もうそんなマジっていう感じ、本当に死ぬのっていうね、この映画人死にすぎなんですよね。はい、しかも結構序盤はなんか軽い感じで結構人死んできますよね。はい、そういうところですでになんか好き嫌い分かれそうだなって感じはありましたね。マニーがねカメラ撮りに急に行かされたりとか、なんかこういうねところを見て、むちゃくちゃ理不尽な感じの名残ってなんかまだあるなって思います、僕も。未だになんかここまでじゃないですよ、さすがにここまでじゃないけど、なんかワンカット撮るためにここまですんのかよみたいな、そんなことする必要あるって
たまに思ったりするんですよ、はい、ディレクターなんですけど僕、はい、たまに思うんですけど、で この後ね、ブラピと、マーゴットロビーの OK テイクのシーンがこの後入りますね、はい、そこまでして撮る絵なのかっていうね思うんですけど、やっぱそれ見たらこのためこの一瞬のためだけに命削ってんだよっていうね、なんか仕事とかそういうことじゃないんですよね、もはや効率とかじゃないんですよ、はい、もうこのためだけに生きてるっていう瞬間、この瞬間があると本当に全て報われるっていうのがね、やっぱその通りだなと思いますし、僕もまああの映画ほどじゃないけど感じる瞬間はやっぱりあってっていうところで、すごく共感して、ここは本当に号泣してしまいましたね。なんかもう序盤の序盤ですけど、いやここは号泣、ブラピナのキスシーンのところがもうあそこはマジで素晴らしい、マジックアワーで、いや素晴らしいですね、はい、だからそのリアクションの顔を撮ってるのもねすごくいいですよね、これが映画だって思ってるのがものすごく伝わってきます、はい、いやこのシーンすごく素晴らしいシーンでございました。そっからね、あのマーゴットロビーの、撮影した映画がね、上映されるまでをね一連の何でしょうモンタージュで見せてきますね。ここもいいですよね、編集があって、まあ、こういう作業があって、で、あの字幕を撮るシーンがあって、でフィルムに焼いて劇場に下ろしてやっとかかるっていうね、この過程を見せてくれるのがすごく嬉しいです。作ってる側としては撮った後結構このミスれない精度を上げてく作業なんで、このなんか結構繊細にやらなきゃいけないところをちゃんと映してくれてるっていうのがかなり好感持てましたね、この辺り、はい、映像作ったことない人も多分これ見たら結構あなるほどと、こういう流れなんだっていうのはちゃんと分かるような、モンタージュになってたなと思います、はい、で1928年、はい、ついに時代が変わる瞬間が来るんですけど、トーキーが来ますね。これで無声映画の人たちはどうなっていくんだというところですね、はい、であのマーゴットロビーが初のセリフがある映画を撮るシーンがあったんですけども、あの今まであんな無軌道にめちゃくちゃやってた人たちがいきなりトーキーでもう音と絵を同時に撮りながらやるってのに対応できるわけないんですよね、はい、そりゃそうだわって感じですよ、うん、そりゃ人死ぬし、あんだけもうリテイクするわなって感じですね、はい、もうリテイクしまくってしまくって、であのマーゴットロビーのカットね OK テイクがまた出ますけど、ここうまいっすね、本当にあの撮ってたアングルでワンカットで見せてくるっていうところで、来たこれだっていう、 OK これでいこうっていうね、このよしっていう感覚を客にも共有させてくれる、映画作りを疑似体験できるっていうのが本当に素晴らしい。この作品はまたここでね、また分かんないけど泣きますね、はい、もう号泣ですよここで。でまたパーティーやって、ヘビのシーン、あれなんだあのヘビのシーンは何なんだっていうね、悪魔のメタファーとかっすか、あそこよく分かんなかったけど、結構カオスな、ランチキでなんか面白かったからいいかなって感じなんですけど、でねまたちょいちょいね監督の心情トロがね結構出てきますね。ブラピのところで結構出てくるかな、ブラピの夫婦喧嘩してるシーンで、ブラピの奥さんがその時は舞台女優の人の時ですね、はい、あの時にいや映画なめんじゃねえみたいなことを言いますよね、はい、大衆の娯楽なんだと、いやマジでその通り、入り組みすぎててよく分かんなくなってますけど、舞台とかと一緒にすんじゃねえって言うんですよね。僕舞台嫌いとかじゃないんですけど、映画最高だからっていうのをここで言います、はい、ここ素晴らしい、うん、本当にその通りだと思う。で、社交界にね、ネリーが行きますね。むちゃくちゃですね、あそこも。なんか、ものすごくパンクな、シーンでしたね。ゲロがしっかり出る映画はね、面白いと思うんですよね。無条件で。ゲームで言うと、トイレが精密に描かれてるトイレは面白いっていう、なんかそういう定説あったりするじゃないですか。はい。まあそういう感じでゲロがね、綺麗に出てる。吐瀉物もちゃんとリアル。そこがあるとやっぱね、お、これ気合入ってるなと思って、ちょっとテンション上がっちゃうんですよね。はい。すごく良かったです、あのシーン。上流階級のやつらぶっ飛ばす、うん、知らん、うん、知らねえっていうね、なんか人のお尻触ってたりしてちょっとムカつくし、なんかあのちょっとなんか下に見てるような視線もなんかムカつくし、ぶっ飛ばすべきと思いましたね、はい。でまたここで、監督の心情トロみたいなものがまた出てきますね。ブラピとあのゴシップ記者の対話のところなんですけど、それで言うとあのブラピが序盤で映画もっとね進歩させるべきだみたいな、もっといろいろ進歩できるはずだみたいな話してるんですけど、トーキーになって声がちょっと高くて
振り落とされてしまうと、映画の進歩をこう望んでたのにその人が落ちていってしまうっていうね、この皮肉苦しいですね、この感じがね、はい。そして記者がまた言うんですけど、人気が落ちてね、映画に出れなくなっていなくなっても、のフィルムの中のあなたは生き続けると。そしていつか引っ張り出されて子供が見たりしてあなたのことを認識するみたいなねことを言うんですけど、まあ本当にその通り。そうだ、今は意味がなくなってしまったかもしれないけど、いつか誰かを楽しませることができるっていうね、救いの言葉をもらうっていうところ、このセリフもまたすごくいいですね。点で見ないで線で考えようっていうか、その当時の全体の中では埋もれてしまうかもしれないけど、線で考えた時に、あなたの名前は刻まれてるというね、映画の進化の生贄になってしまうかもしれないけども、それでもあなたがいたおかげで今の映画があるっていうのを思いますね、僕は、うん。で、トビー・マグエア来ましたね、はい。一見して怖い、あの目がこういっちゃってる、一見して、うん、肌が弱いのかなんか化粧するんですけど、なんか白すぎてそれもちょっと怖いっていうね、でなんかそのトビー・マグワイアが言うあの企画っすね、企画も絶妙につまんなくて業界にいるよねって感じですね、はい。で地下に行くとね、熱狂のなんだろう、ネズミ食ってるだけなんですけど、やばい人たちが集まってると、はい。これを見てね、なんか冒頭であったパーティーねと、まあ、似てはいるんですよね、なんかゲスさとかは似てるんですけど、なんか決定的に違うっていうね、同じ種類なんだけど絶対的決定的に何かが違う人種の人たちですね。この違いは何なんだろうって思ったんですね。なんか情熱があるかないかなんのかなと思います。映画に対する情熱があるのかないのかっていうところですね、はい。地下にいた人たちはなんかただただなんかやばいものを見たい人たち、序盤のパーティーであった人たちはどちらかというとその映画に魅せられてる人たちかなと思います。その違いがあったかなと今は思いますね。確実になんか違いがあったなと思いますね、はい。でブラピーですね、ブラピーがもう完全に心折れて自殺してしまうと、はい。いろんな人から求められてきた、人間が誰からも求められなくなったらもう自分の価値はないと思ってしまうっていうね、まあある種あそこで死んでしまうことによって伝説になるのかなという気もしますね。皮肉というか、うん、そういうところも含めて、ギャングが来てマニーだけ、助かるんですけど、でその後20年後ですね、20年後にハリウッドに帰ってきて、劇場に行って映画を見ますというところですね。まあここ多分賛否分かれるラストかなと思うんですけども、僕はすっごく好きなラストシーンですね。これでマニーが泣いてしまうと、無声映画からトーキーになる、なんか名場面みたいなのを繋いだのが上映されてるという感じでしたね。で、それを見てマニーが泣くと、俺なんで泣くんだというところなんですけど、まあなんでしょう、上映されてる映画にネリーとジャック、ブラッド・ピットが映ってないというところですね、はい。ここで結局何もできなかったのかと思うんですよね。大きなものの一部にはなれなかったんじゃないかって思う、一瞬そう思うんですよね。映画って何なんだよって思うんですよね、ここで一瞬なんですけど、下に行くともうお客さんの顔ですよ、映画を見てるお客さんの顔、もう釘付けなんですよね。ここからの流れが本当にすごかったですね。映像の歴史、ここで総ざらいしていくんですよ。あの前ノープの時も出てきましたけど、馬に乗る男性の映像があって、汽車ですよね、どんどん進んでってね、でベンハーがあったり、あとオズの魔法使いとか2001年とかね、マトリックスあってアバターまでやると、まあ、これでなんか全部報われる気がしますね。いろんな映画の引用というか、もはやヒップホップ的にこうサンプリングしてガッて入れてつなげることによって、このネリーとジャックが映画の歴史の一部になったっていうのと、映画は進化していっても、まあどこの作品どの時代切り取っても映画の感動って一緒じゃんっていうね、映画最高じゃんっていう。でアバター終わったらもはやカラーバーですね、もうもはや電気信号ですら作品だとアートだと、まあそういうことなのかなと思いましたね。でそれが終わってマニーの顔に戻ると、マニーの顔に戻ったらもう映画に釘付けになってるんですよね。雨に歌えばが上映されてて、もうその映像に釘付けになっていると。映画を好きで映画の中に入っていろいろやって結局、弾き出されたんですけど、それでもやっぱ映画に魅了されてしまうと。僕も映画好きで、まあ映像が好きで、
映像を始めて、で会社入って映像作って、まあなんだよこの現場とか結構思ったりしますけど、それでも、映像を作るの楽しいし、映画見るのねやっぱ楽しいし、とてつもなくあの衝撃受ける作品に出会うと、やっぱこうなんだろう、映画からのこのお返しね、たまにお返し、すごいでかいお返しがあるんで、やっぱやめらんないなっていうね、結果映画最高っていう、メッセージで終わる、作品でございました。はい、超良かったです、はい、帰ってきてそのまま撮ってますんで、ふわっとした部分かなりあったと思うんですけど、ご了承くださいっていう感じです。良ければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお願いします。